福岡県西方沖地震は2005年3月20日午前10時53分に福岡県北西沖の玄海灘で発生した気象庁マグニチュード7.0最大震度6弱の地震である震源に近い福岡市西区の玄海島で住宅の半数が全壊する被害となったのをはじめ同区のこの島西の浦宮浦東区芝島,島などの沿岸地区で 大きな被害となった。福岡市及び島町、前バルスト、周辺市町村を中心に被害が発生した。死者1名、負傷者、約1200名、中華前火約140棟。福岡市付近では、有事以来最も大きな地震。気象庁は報道発表では、福岡県西方沖の地震と故障した。福岡県及び福岡市のほか 主要、マスメディアでは、朝日新聞、NHK が、福岡県西方沖地震を使用している一方、西日本新聞と、読売新聞は、福岡沖地震、毎日新聞は、福岡沖限界地震をそれぞれ使用している。ピンク色の楕円の領域が震源域、赤色の細い線が、慶護断層地震が発生したのは、 2005年3月20日の日曜日、祝日、春分の日であり、3連休の中日だった。発生時刻は10時53分40.3秒。震源は、福岡県北西沖の北伊33度44.3分、東経130度10.5分、北伊33.7383度東経130.1750度。 3 3 7 3 8 3三3 0 1 7 5 0震源の深さは9キロ。博多湾港に近い玄海灘の離島である玄海島から北西に約8キロ、糸島半島北端の西の裏先から北北西に約9キロの地点にあたる。気象庁によると地震の規模は地震波の振幅に比例する気象庁マグニチュードで7.0。 断層破壊の規模に比例する、モーメントマグニチュードで6.7だった。地殻を構成する、大陸プレート内で発生した地震、いわゆる内陸地殻内地震である。発震機構は、東西方向に圧力軸を持つ、横ずれ断層型で、断層面は地面に対して垂直であり、余震分布から北西南東方向に伸びる、左横ずれ断層と考えられている。 この地震を起こした震源断層は政府の地震調査委員会により福岡県北西沖の断層と仮称されている。ただし地震発生当時はこの断層の存在は知られていなかった。地震による震源断層の滑り量は資料により開きがあるが気象研究所によると最大約1.7メートル西村らによると 最大約1.9メートル、朝野良によると、最大約3メートルなどと推定されている。福岡管区気象台の解析では、震源から約30キロ離れた福岡市沢楽区の地震計において、地震発生約7秒後の10時53分47秒に、初期微動が始まり4秒後に主要動が到達、20秒程度続いた。これらから地震を引き起こした。 断層破壊の継続時間は十数秒間と推定され、この規模の地震としては比較的短かった。余震域は、賀島付近を南東端として、そこから北西方向に約30キロにわたって分布した。ただし、北西端付近と南東端付近の2カ所は、断層の走行がやや屈曲している。また、 メインのあまり新域の東側の少し離れたところ、海の中道付近には、本震から時間を置いて1日後の3月21日から活動が活発化した小さなあまり新域がある。この小さなあまり新域は、石戸海の中道断層の位置と一致している。福岡県北西沖の海域の地震活動はこれまで低調であり、前例となる。 地震活動の記録がほとんどなかった。地震以前に観光された地質学の文献においても、別府島原地交代より、北側の北部九州は、比較的地質が安定しており、たまに小さな地震が起こるくらいとする記述も見られた。麻生渡る福岡県知事も、地震当日に、福岡は大地震がないと言われてきただけに、大きな衝撃だと語っている。 地震当日に会見を行った、気象庁の山本正宏地震津波監視課長は、非常に珍しいところで起きたとした一方、100年単位では、大規模地震の発生はなかったが、1000年単位では、繰り返していたのかもしれないともコメントしている。福岡市や糸島半島付近の陸地を見ても、過去最大の地震は1898年8月の糸島地震。 ついで1929年8月の博多湾付近の地震、1930年2月の来山付近の地震が知られているのみで、古文書によるものを含めても M7 級の地震は前例がなく、福岡市及び糸島半島付近では有史以来最大の地震となった。またこの地震で、震度の記録が整備された1926年以降、 福岡県内と佐賀県内で、それぞれ初めて震度5以上の揺れを観測した。また、やや範囲を広げて、福岡県、佐賀県を呼び、長崎県人気地方を見ると、1700年の域、津島付近の地震や679年、筑紫地震などが知られており、この地震は、約300年ぶりの規模となった。それでも、北部九州の日本海側は、日本の中でも、 相対的に地震活動が低く時として M7 程度の地震が発生するものとされ、同じ北部九州でも文後水道では M7.5 程度の地震の例があるのとは対照的である。また、九州地方で震度6弱以上を観測する地震としては、1997年5月の鹿児島県北西部地震以来となった。 この地震の震源域にすでに知られている活断層はなかった。地震後の海底探査などでも震源域付近の海底に活断層の証拠となる段差は発見されていない。横ずれ断層では段差が生じにくくさらに海底であることが発見を難しくしていると考えられている。しかし震源域から10キロほど北東には この地震の余震分布と同じ北西南東方向に伸びる長さ数キロの海底活断層が2カ所存在することが知られていた。また、福岡県北部には同じく北西南東方向に伸びる活断層が複数あり、福岡市中心部を縦断する警護断層もその一つである。特にこの地震のあまり震域はほぼ警護断層の延長線上にあり、地震後に その関連性が調査されることとなった。2007年の地震調査委員会の評価では、この地震の震源域は、警護断層そのものではないと断定したが、警護断層体として一くくりにいいし、確率は低いが二つの断層が連動して、地震を起こす可能性に含みを持たせている。2005年6月末までの3ヶ月余りの間に、 震度1以上の余震は375回発生している。最大震度別の内訳は、震度5強が1回、震度4は7回、震度3が23回、震度2が118回、震度1が226回である。ただし、3月21日18時までは、震度計がなかった限界島の震度を反映していない。またマグニチュードで見ると、同じ期間で、 M3 以上の余震は265回発生しており、内訳は M3 クラスが236回、M4 クラスが24回、M5 クラスが5回となっている。本震発生後、気象庁によると最大で震度5弱程度。ところによっては、震度5強の余震が発生する可能性があるとして注意を呼びかけた。24日には、 震度4程度の可能性に変更された。本震から、丸1ヶ月後の4月20日6時11分には、M5.8、最大震度5強の最大余震が発生した。発震機構は、東西方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型で、本震と同じ型である。本震と同じ程度の強い揺れとなった地域もあり、この余震でも人的、 物的被害が生じている。本震からの時間経過とともに余震が減衰傾向にある中、余震域の南東側で特徴的な活動が発生した。余震域南東側の志賀島付近では、本震後にまとまった余震活動が発生し、一時的に4月上旬から中旬にかけて地震が比較的少ない状態となった後、4月20日に M5.8、 震度5強の最大余震が発生する経過をたどった。一方、一連のあまり震域から10キロほど東側に離れた海の中道付近でも、本震翌日の3月21日からまとまった余震活動が発生したが、4月中旬から活動が低下している。国土地理院は GPS 観測を行っている電子基準点の位置について、 地震の前後で比較を行った。福岡で南西に約17センチ、前原で南に9センチ、小賀で西に6センチの変異をそれぞれ観測した。また、三角点についても最速量を行い、限界島で南に約38センチの変異を観測したのをはじめ、東区の一部を除いた福岡市と前原、島など震源域の南西側では、 沿岸を中心に南に10センチ前後の変異を観測した。一方、新宮や愛島など震源域の北東側では西方向の変異を観測した。本震での九州及び中国、四国西部の各地点の震度この地震最大の震度6弱を観測したのは4地点で、福岡県内では福岡市東区、東浜。 中央区舞鶴、前原市前原西の3地点、佐賀県内では、宮城町北茂安の1地点となっている。福岡県内の3地点は、新号から約30キロであるのに対し、佐賀県宮城町は、新号から60キロとやや離れている。また、福岡県福岡地方の広い範囲と筑後地方、筑豊地方の一部、佐賀県と長崎県域の一部で、 震度5強となった。福岡県、佐賀県及び長崎県北部と行き津島、大分県北部は、ほとんどが震度4以上となり、この北熊本県、長崎県、山口県、島根県でも、複数の地点で震度4を観測している。これら観測地と同様に気象庁の推計震度分布図によれば、博多湾沿岸の広い範囲と、筑後川、流域、 カラ湾沿岸のそれぞれ一部で推定震度5強、ところによっては推定震度6弱の地域が分布している。また、福岡平野から筑紫山地西部にかけての地域と筑紫平野の全域に推定震度5弱の地域が分布している。また、九州と四国、中国地方のほとんどの地点で勇敢となり、近畿地方、中部地方の平野部や沿岸部でも、 勇敢となった。もっとも震源から遠い地点では、東京都板橋区と神奈川県綾瀬市で、震度1を観測した。このように、本州方面では、新欧から500キロイエンでも、勇敢となった一方で、南方面では、鹿児島県の本土で勇敢の地点があったが、新欧から300キロの種ヶ島以南の奄美諸島、沖縄県では、無感となった。 これは、九州南部の火山地帯で、LG 波と呼ばれる地震波が大きく減衰する影響によるものと考えられている。地震波形の解析により、九州や本州の構造盆地で長周期地震動の増幅が発生していたことがわかっている。長周期成分の周期には幅があるが、福岡県、佐賀県の築地紫平野では約5秒周期。 熊本県の人吉盆地では約3秒周期の地震動がピークを示した。震源に近い限界島には3月20日の本震の時点では震度計が置かれていなかった。本震における限界島の震度はいくつかの推定が発表されているが幅がある。地震学者の竹村正幸は余震のデータをもとに推定で 震度6弱とする試算結果を発表している。筑波大学の坂井秋の話によれば、住宅被害の多くが、地盤崩壊や崖崩れを伴い建物自体が、地震動で大きく破壊されたとは考えづらいものの、屋根瓦の被害率が高い状況などから震度6強、相当ではないかと HP 上で発表している。東京大学地震研究所の三宅弘らの研究チームは、 余震の観測記録をもとに、本震の地震動をシミュレーションし、推定で震度7に達した可能性があるという試算結果を発表している。気象庁は、限界島の被害程度の調査を行っており、山本正宏地震津波監視課長は、記者会見で調査結果を総合的に見ると、震度6弱程度ではないか、とコメントしている。なお、気象庁は、 地震機動観測班を派遣して、玄海島漁村センターに、震度計を設置し、3月21日18時から、観測を開始した。日本以外では、韓国でも、ソウルをはじめ、広範囲で揺れを観測した。アメリカ地質調査所の記録によれば、普山、京州、巨済で海正メルカリ震度階級震度4を観測した。また、中国の上海では、 地元市、新民番号の報道によると、ビルの高層階では体感でわかるほどの揺れが感じられ、食器が音を立てたり電灯が揺れたりして2分ほど揺れが続いたところもあったほか、上海市地震局でも揺れを観測した。震源は、市ヶ島付近で本震よりも九州本土に近かったため、場所によっては本震を上回る震度を観測した。博多区や、南区では、 本震の震度5弱を上回り震度5強となっている。福岡県と佐賀県の広い範囲と、大分県、熊本県、山口県、長崎県陰気の一部で震度4、九州北部と中国地方、四国地方の一部で震度3、震度1以上を観測した地点は、九州から近畿地方に及んだ。日本の気象庁は、地震から4分後の10時57分、 福岡県日本海沿岸と長崎県記、津島に津波注意報を発表したが、12時に解除した。津波は観測されなかった。海域の浅い地震ではあったが、横ずれ断層だったため、津波は発生しなかった。ただし、福岡市では、屋外スピーカーで放送を行う同胞系の防災行政無線が整備されていなかったため、避難を広く呼びかけられなかった。 その後、市は、同方形ではないが防災拠点との通信を確保する、地域防災無線を拡充し、避難所である、市内の全小学校に整備している。韓国でも大韓民国気象庁が、地震から27分後の11時20分、南海岸、東海岸、チェジュ島に津波注意報を発表したが、津波は観測されず12時過ぎに解除した。また、 気象庁が津波注意報を各自治体に知らせるファックスが日曜日は職員の常駐していない部署に送信されるミスも発生した。住宅被害や負傷者の大半は福岡県内で発生しており特に福岡市が大きな割合を占めた。負傷者の8割、全壊、半壊旨数の9割、一部損壊の5割が福岡市となっている。ただ、 福岡市内では、全区で人的、物的被害が生じたものの、被害は限られた地域に集中し、その他では散発的な被害が見られた。住宅の全半壊を伴うような被害が目立ったのは、福岡市西区の玄海島や野古の島、同じく西区北西端の西の浦地区、宮浦地区、東区の滋賀島など、沿岸の漁村、農村地域だった。特に、 玄海島では住宅の半数が全壊するなど大きな被害となり約1ヶ月間にわたって全島避難を行った。また福岡市街地の中でも一部地域、中央区の警護断総桃園でマンションや古いビルの半壊、一部損壊が集中的に発生した。ライフラインや交通などの都市機能にも被害は生じたが、 おおむね半日から二日間程度で復旧している。福岡市消防局のまとめによると、福岡市内で地震に伴う傷病により、救急搬送された人数は、地震当日の3月20日に87人、翌3月21日に6人など、4月6日までの18日間で、計109人となっている。なお、このうち、地震当日に限界島から6人が、 ヘリコプターで災害拠点病院である九州医療センターまたは最西会福岡総合病院に搬送されているほか翌日以降の搬送人数には熱症患者の転院による搬送なども含まれる受傷要因別の内訳は転倒による負傷が31人鍋等の転倒による熱症が19人落下物による負傷が同じく19人 建物等の倒壊による負傷が12人などとなっている。また、年齢別では60代以上が約6割を占めた。唯一の直接死者となった70代女性は、博多区、吉塚の自宅付近にて、清掃作業を終えて、近所の住民と談話中、倒壊したブロック塀の下敷きとなり、出血性ショックなどが原因で死亡した。このほか 福岡市で80代女性、筑紫野市で50代男性がそれぞれ飛んできた河原で頭を打つなどして渋滞となった。福岡市消防局では地震直後から119番通報が殺到し11時30分までの40分間に約700件を超えた。建物被害への対応、救急、救助、ガス漏れなど地震による消防車両の出動台数は 延べ台数で735台に上った。福岡市内の各消防団も避難誘導や崖崩れへの対応など174件の活動を行っている。通報が殺到して救急車の配車指示が十分とは言えなかったことに加えて通信規制により病院間の連絡が困難となり、 さらに災害時優先電話のトラブルにより、救急から病院への連絡にも支障が生じたため、救急患者を近くの病院から順次飛び込みで、搬送する事態が発生した。唯一の死者となった女性についても、こうした背景により、手当が遅れた可能性が指摘された。後に対策として、福岡県の救急医療情報システムの活用促進、通信支障や、 人手不足を前提とした受け入れ体制の分散化などのほか、福岡市医師会で携帯メールとウェブを活用した連絡システムを導入するなどしている。さらに、一つの病院に負傷者が集まり偏ってしまった教訓から NHK テレビのデータ放送で救急医療機関の連絡先と診療状況を伝える取り組みを開始した。なお、4月20日朝の余震でも、 人的、物的被害が出ている。福岡市を中心として、福岡県と佐賀県で合わせて58人の負傷者が出たほか、新たに200棟以上の住宅で一部損壊の被害が発生した。福岡県のまとめでは、県が管轄する公共施設や農産品などの被害総額は314億9、702万8、0円となっている。そのうち、 公共土木施設が約195億円と6割を占め、公立分教施設が約15億円、農林業、水産業施設が約3億1000万円、産業別被害では、商工業が約56億円、水産業が約18億円、林業が約4億4000万円、農業が約1億円などとなっている。福岡市のまとめでは、市が管轄する。 公共施設などの被害額は208億3000万円で、うち87億6000万円が、海岸や、港湾施設、80億円が、漁港施設と海沿いの被害が大半を占め、ついで道路の被害額が多い。また、福岡市周辺の企業が加入する、福岡商工会議所の調べでは、回答のあった1507事業所で、建物、設備、商品などを中心に、 被害額は合計約33億6000万円に上った。一方で一部の工場でプラントの一時停止などがあったものの製造業や金融業などに大きな被害はなかったことが報じられている。その一方観光業ではのこの島で観光客数が一時的に例年の2割にまで減少するなど風評被害も発生した。 佐賀県内の被害総額は2005年6月時点の概算で3億4255万円。長崎県内の被害総額は2005年4月中旬の時点で、行き市を中心に計2億200万円となっている。日本地震再保険の調べによると、この地震における地震保険の支払い総額は2008年3月末時点の実績で231億円となっており、 加入率の差などから単純に比較はできないが、1995年の阪神・淡路大震災の約3分の1、2004年に発生した新潟県中越地震の1.5倍に当たる。なお内訳として、3月20日の本震における支払いが168億円、4月20日の余震における支払いが63億円となっている。また、 最大余震前の2005年4月4日時点の見込みだが、県別では、福岡県が圧倒的に多く1万6000件余り、ついで、佐賀県の310件余り、また、長崎県、熊本県、大分県、山口県でも合わせて240件余りの支払いが見込まれていた。福岡市中央区の住宅街、地震によって古いブロック塀が倒壊して、 道路の片側4分の1を埋め尽くした地震の際避難した人で溢れた警護公園その後2012年に改修工事が行われ見通しの良い広場が整備された玄海島、野この島、糸島半島北端の西の浦地区、宮浦地区、東区の志賀島など沿岸の集落で住宅被害が目立った特に玄海島では 住宅の全壊率が5割に達した。滋賀島北部の勝馬地区でも、玄界島に匹敵する被害となった。のこの島では二人が負傷し、住宅一棟が一部損壊の被害を受けた。また、震源から東側の玄界灘にある大島では、住宅八棟が一部損壊の被害を受けた。玄界島では、仮設住宅200戸が建設され、島全体を、 区画整理した上で住宅の復興事業が行われた。また、滋賀島で16戸、西区北崎で11戸、のこの塔で3戸、それぞれ仮設住宅が建設されている。玄海島や滋賀島などで被害が大きかった背景には、震源に近かったことに加えて、休憩者地に立つ住宅が多いという土地条件が影響していたと見られている。実際に霧、霧戸。 森土の造成地付近の建物で大きな被害が見られた。ただし、屋根の被害を中心として古い木造住宅で被害が目立つ一方、比較的新しい住宅では被害が軽い傾向にあった。この背景として、木造住宅において耐震性確保のために必要な壁の量を定める建築基準が1950年から1981年に、 かけて、次第に厳しく改正されてきており、古い住宅では、壁の量が少なかったであろうことが考えられている。福岡市中心部の長浜、舞鶴、博多駅前、桃路浜周辺の中高層ビルを対象に行われたアンケート調査によると、回答のあった約300棟のうち半数前後で、棚から、物が落下、天井、内壁の剥離や亀裂があった。 また約4割で、家具類の転倒やエレベーターの停止、約3割で、テレビや電子レンジなどの重量物の落下があった。さらに、約1割の建物で、ガラスの破損や停電、断水などいずれかのライフラインの支障、また扉の開閉が困難になる事例が発生している。オフィスのうち、約15%の建物では、業務の停止が発生したという。また、 建物内ではより高い木座橋ほど棚の転倒や重量物の落下の割合が高かった。福岡市中心部の天神では商業施設の外壁の一部剥落や看板の落下などの被害があり臨時休業する店舗が相次いで発生した。一方、地上付近と高層階で揺れ方に差があり天神地下街では地震後も営業を続けたが 津波注意報の発表を受けて11時半過ぎに営業中止を決めた。このことから特に同じ組織内で低層階と高層階の両方を有するところでは気象庁が発表する震度情報に合わせて組織内で対応を一律に決めることが場合によっては適切ではない可能性も指摘されている。また天神では4月20日の余震でも地震が 通勤時間帯を直撃し、出社が遅れる例があったことなどから、開店を数時間遅らせる店が相次いだ。他方、臨時休業を決めた施設の多くは客を外に避難誘導したため、数少ない広場に人が多く集まった。例えば警護公園では、一時は100メートル四方ほどの広場が周りを見回せないほどの人で溢れたといい。 ただ一つの公衆トイレに長い列ができる事態も発生した。福岡市役所前の広場にも数千人が集まり、携帯電話で連絡を取ろうとする人が目立ったという。しかし、交通機関の多くが早期に再開したことから、帰宅困難者問題が深刻化することはなかった。福岡市内ではエレベーターへの閉じ込めが20件発生し、消防や 管理会社により29人が救助された。また同じく、福岡市内で、ドアの閉塞による建物への閉じ込めが17件、発生し、自力で脱出したものを除くと消防により8人が、救助されている。ブロック塀の崩落、倒壊も、相次ぎ、福岡市中心部で行われた調査では、全体の4%が倒壊した。補強用の鉄筋や、基礎の構造などに、 欠陥のある兵が倒壊しており、特に無補強のレンガ塀は3割以上が倒壊した。また、老朽化により、鉄筋が腐食したり、ひび割れが生じたりした古い兵で、倒壊が多かった。さらに、地域別では、警護断層付近やその東側で倒壊が多く、南北方向に倒壊したものが多かったという。福岡市を中心に、マンションの損壊も発生し、 新体新基準に基づいて設計されたものでも壁のひび割れなどの被害が見られた。福岡市ではマンション9棟が半壊、約100棟が一部損壊の被害となった。そのような中、マンション共有部分の地震保険未加入による問題や住民の被害感覚に比べて地震保険の査定基準が厳しいという問題も発生した。当時の福岡県のマンションは、 共有部分の地震保険加入率が2割と低く、自力再建を余儀なくされたところが多かったのである。対策として、福岡市、春日市、筑紫野市などが、共有部分の修復のための仮歴について、利子補給を行う制度を創設している。一方で、地震保険に加入していた場合でも、 被害の査定はあくまで構造体力上主要な部分で、ある柱や壁などを対象としているため、非構造壁や廊下などに亀裂があって、被害を受けているように見受けられても、支払い対象にならない場合があった。のこの島では、地震により、裏手の山から10トンを超える巨岩が落下し、住宅を直撃した。住宅は損壊したが、住人は、揺れの直後に外に避難していて、 無事だった。4月20日の余震では、限界市まで、半壊状態だった住宅が全壊したほか、末町で火災が1件発生した。被災した建物に対する被災建築物応急、危険度判定は3月28日までに2959件、実施され、460件が、危険、1023件が、要注意と判定されている。なお、 4月20日の予診後にも新たに81件実施されている。また、乗り面や溶壁を含む宅地における被害、発生状況の把握により二次災害を軽減、防止することなどを目的とする被災宅地危険度判定は3月28日までに380件実施され、160件が危険、123件が要注意と判定されている。 長崎県内では、壱岐市で2人が負傷し、住宅1棟が全壊したほか、津島市でも、住宅1棟が一部破損の被害を受けた。佐賀県内でも、住宅の壁に、ひびが入ったり、学校の窓ガラスが割れる被害があった。特に有田焼は、組合仮面車の4分の1にあたる、約60車で揺れによる落下被害が発生し、地震対策を行っていなかったところもあり、 約4000万円近くの被害が出た。現海原子力発電所では、震度4相当の揺れを観測したが、自動停止の基準には満たず、異常もなかったため通常運転を継続した。韓国では、大きな揺れが感じられた普山で、デパートの客が避難する騒ぎとなったり、エレベーターの停止が発生したりしている。また地震によるものかは不明だが、軽症南道の東平市で、 地震直後に火災が発生し、木造店舗一棟が全焼した。震源に近い福岡市西区の玄海市島では、倒壊した住宅から女性が救出されるなど重傷10人、軽傷9人の合わせて19人の負傷者が出た。また、当時の住家総数214棟のうち、半数に当たる107棟が全壊、46棟が半壊。 61棟が一部損壊と建造物の大半が大きな被害を受けた。離島において被災率が高い状況では多くの住民が島内で避難生活を続けることに困難が予想され余震による被害拡大の恐れもあった。こうした理由などから自治会や漁協などの主導で地震から約5時間後の16時に全島避難を決定し自治会長など 約10人を残して、住民約700人の大半が、当日夜までに、福岡市本土に避難した。回路の避難にあたっては、福岡市有客船や福岡市消防局の消防艇、海上保安庁の巡視艇などが搬送を担い、陸上では、消防の輸送車や民間からの借り上げバスなどが、搬送を担った。主要避難先となった。 中央区の旧電記念体育館では、当日夜までに約430人が避難し、その後、避難生活を送った。玄海島では、南側に住宅が集中しているが平坦地が少ない、ため、石積みやコンクリートの擁壁で住宅裏の斜面を覆い、その前に住宅が建つ形式が多かった。後の調査では、古い木造住宅の倒壊や屋根の被害が目立った上、 溶壁の崩壊により重ねて被害を受けた住宅も多く見られた。一方で比較的新しい住宅では斜面にあってもほとんど被害を受けない例が見られた。単純な石積み溶壁では高さ1メートル程度のものでも崩壊が見られたが、コンクリートで間を埋めた石積みのものは高さ1.5メートル程度までは亀裂程度に止まっており、さらに コンクリートブロックでは高さ5メートル程度までは、亀裂程度に止まったという結果が報告されている。福岡県知事は、発生当日に自衛隊の災害派遣を要請した。当日から4月25日までの約1ヶ月間、延べ約4100人が動員され、限界等住民の避難支援や、避難先での給水、給食活動、医療活動、 半開家屋へのビニールシート展開などの活動を行った。ビニールシート展開は地震2日後の3月22日に予想された大雨に備えるもので3月21日から自衛隊と警察、消防が協力して作業を行った。避難生活が長期化する中、避難所で風邪やインフルエンザが流行して1時50分に以上が入院または 福祉施設に入所する事態も発生した。復興事業完了から6年経った限界島の、集落限界島の復興記念モニュメント避難の長期化が見込まれたことから、仮設住宅が建設された。建設地の選定にあたっては、コミュニティ時のため集団での入居を希望する意見、生活基盤である漁港の近くに住みたいという意見がある一方で、島の平坦地に、 空き地が少なく、島に、すべての仮設住宅を建てることはできないという問題が、生じた。すべて、福岡市本土に建てる案もあったが、島が、無人の期間が長期化することへの懸念から、島と本土に分けて建設することとなった。地震から1ヶ月後の4月24日には、博多漁港に隣接する福岡市本土、中央区の公園、かもめ広場に100個、 翌4月25日には、限界島に100戸、合わせて200戸が完成し、195世帯517人が入居した。その後、党の復興計画が決定し、小建て住宅50戸、市営住宅65戸、県営住宅50戸の計165戸を、道路や公園などと同時に整備することとなった。かもめ広場の仮設住宅からは、 2007年3月末に78世帯、2008年3月25日に残りの世帯が寄討した。小建て住宅への入居者は、2008年3月から5月にかけて仮設住宅から転居を行った。一方、復興事業完了後の2008年2月末の時点、の人口は571人となり、地震前に比べて2割減少した。 復興事業の総事業費は71億円で、国庫補助を受ける、小規模住宅地区改良事業から、半分程度を拠出し、約1割は、土地建物の販売益と市の一般財源が当てられた。そして残りの、約4割を主催で賄っている。玄海島の漁協では、地震後、元気倍。玄海を合言葉と白ゴマーク化した合言葉を、 デザインしたユニフォームを作成したり、出荷時に玄海島の水産物に、元気倍、玄海のステッカーを貼ったりするなどして、PR 活動を行った。玄海島では、地震当時は昼食前だったため多くの家庭でガスを、使っていたものの住民は避難する前にガスを消す、冷静な対応をとった。これには、昼間は、男性が、漁に出て、 女性中心となるため婦人消防隊が組織されていたことが功を奏したという見方もある。また、消防や警察が常駐していないにもかかわらず、死者も火災も出さず、普段から密な付き合いのご近所同士で所在を確認し、取り残された高齢者を助ける光景が見られた。これらは、強い地域コミュニティの効果だと考えられ、後の東日本大震災における、 東北沿岸の津波被災地でも参考にされるなどしている。その一方、玄海島では住宅、道路がきれいに復興整備されたことで、逆にご近所同士のつながりが希薄になった面もあると報じられており、以前はほとんどなかった高齢者の孤独死が発生したり、数人相乗りで出かけていた寮に単独で出ることが増えて、 島の消防団を担う漁師同士の結束が懸念されたりと復興の難しさも露呈している。福岡市の繁華街に位置する福岡ビル。地震によってビルの窓ガラスが割れ地面に降り注いだ。福岡市中心部のビル街では一部のビルの窓ガラスが割れ地上に降り注いだ。この様子は映像として残されておりテレビ放送もされた。特に 中央区天神の福岡ビルでは全体の3割にあたる約440枚の窓ガラスが割れて落下し建物沿いの歩道を歩いていた二人が負傷した割れたガラスはほとんどがはめ殺しで網入りガラスは破損しても落下はしておらずまた地震動による建物の相関変形が集中したとみられる4階から6階の破損率が高かったその後の調査により 窓枠と窓ガラスの間のシーリング材に揺れを吸収しにくい硬化性の素材を用いる古い工法が取られていたことが原因と判明した古い工法は1978年の宮城県沖地震で被害が多発したことから同年改正1979年4月施行の建設省告示で禁止されそれ以降の施行では シリコンなどの軟質素材が使用されている。これを受けて、国土交通省は3月23日、全国の自治体に対し、1978年以前、至高の3階建て以上で、中心市街地の避難道路などに面する建築物を調査し、改修などを指導するよう通知を出した。その後、2006年3月までに、 約3万6000棟で調査が行われ、約1300棟で不適格が判明。ち回収済みは2006年3月時点で511棟だったが、2013年9月には914棟まで改善している。なお、都心部であるにもかかわらず負傷者2人に止まった。背景として、渡辺通り沿いに地下街とビルとの連絡通路が発達した天神では地下を、 移動する人が多く、2月に天神地下街が延伸開業していて通行人がそちらに流れる、傾向がさらに強まっていたタイミングが幸いしたことや、この付近はビジネス街であり、もともと休日は人通りが多くなかったことなども挙げられている。福岡市中心部の地図、警護断層東側の地域に被害が集中した。詳細な被害地点は、福岡市の地震記録市内。 資料編住宅被害分布図1にまとめられている。福岡市中心部では地域により被害に差が見られた。福岡市中心部の建物被害は大名、役員、今泉、警護、舞鶴の各地区を中心とする狭い地域に集中した。これらは口述のように、いずれも警護断層のすぐ東側の地域である。壁の亀裂や剥離 扉の変形などの被害が報告されており、外見上は一部外壁の剥離程度であっても、内部の壁には戦乱破壊に伴う亀裂が入った建物があった。中には扉が変形して避難が難しくなったために、隣人の助けを借りて窓から脱出したというケースもあった。一方で、1キロほど離れた天神のビル街では、比較的被害が軽微となった。 また一部では、建造物の倒壊の恐れがあるとして、周辺の住民に避難勧告が出された。中央区大名、舞鶴、博多区下五福町、千代の4カ所で、対象は合計51世帯87人に及んだが、4月上旬までに解除されている。なお、4月20日の余震でも、外壁の崩落が相次いで発生している。本震による、 表面最大加速度を見ると、天神5丁目にある K ネット、福岡観測点では、南北277ガル、東西239ガルであったのに対し、大名2丁目の観測点では、南北489ガル、東西310ガルと、地震動が大きかったと考えられる。この違いの原因として、K5 断層沿いの地下構造の影響が指摘されている。 福岡市を縦断する警護断層を境に、西側は地盤の柔らかい堆積層が20メートルほどと薄い、一方、東側は50メートルほどと厚く、警護断層の東園では100メートル程度となっている。堆積層の厚い地域では、表層地盤増幅率が高く地震の揺れが増幅されるほか、基盤の深さに変化のある不整形構造の境界部では、 地震動が増幅されることが知られている。断層東側の堆積層の厚い地域は幅約500メートル程度あって被害が大きかった地域と重なっており、地震後の地質調査でも影響を裏付ける結果が報告されている。また、福岡市の南部や春日市でも建物被害が多く報告されている地域があるが、同様に堆積層の厚い地域だった。 博多湾沿岸では、埋め立て地を中心に液状化現象による砂や泥の噴出、速報流動による段差、地割れや、舗装の亀裂、沈下などが相次いで発生した。博多港でも、岸壁や、護岸の亀裂や沈下が広い範囲で発生した。一部で岸壁が使用できなくなったが、他の岸壁に振り返るなどして、港湾機能を確保した。 港湾施設は2005年末から2007年2月にかけて復旧工事が行われ完了している。福岡市内の8つの漁港も被害を受け、岸壁は延べ6キロ以上が破損した。糸島半島や新宮町でも液状化による噴砂が確認されている。長崎県では、行き市の印通り事故で岸壁が破損したほか、八幡浦漁港の防波堤が破損するなどしている。 佐賀県でも、限界な大沿岸の唐津市呼子町と鎮西町で、岸壁に亀裂が入る被害があった。唐津市柏島では、漁港沿いの道路で液状化によると見られる陥没が生じたほか、岸壁や鳥居に亀裂が入る被害があった。福岡市内や周辺市町村で自社などの文化財にも、大きな被害が相次いだ。文部科学省のまとめでは、 文化財などの被害件数は、国宝1件、重要文化財19件、史跡及び名称17件の合わせて37件となっている。大分県宇佐市の国宝宇佐神宮では、壁に数カ所亀裂が生じる被害があった。福岡市や、近郊の博物館等でも、施設被害とともに、地震対策が不十分だった、展示品や収蔵品の転倒。 落下の被害が見られた。震源に近い水族館、マリンワールド海の中道では、来場者、約800人のうち1名が、避難時に怪我をしたが、職員や、展示生物に、直接の被害はなく、また液状化により、外交の沈下が生じたものの建物本体に、大きな損傷はなかった。しかし、配管の損傷や電気系統の故障などによりルカや、 アシカの水槽で水位が急激に低下、魚類を展示する14の水槽でも、水質管理ができなくなり、それぞれ別の水槽へ避難させる事態となった。また、動物たちも地震がトラウマとなり、地震直後は、獣舎から出てこなかったり、ショーの最中に怯えて逃げ帰ってしまったりすることがあったという。一方、休館が長期化すれば、経営への影響や、 被災地イメージの定着による風評被害が生じる懸念などから、応急での復旧を行った上で2日後の3月22日に一部展示を除いて営業を再開し、本格的な復旧は営業と並行する形で行った。上水道は、福岡県内で玄海島、滋賀島勝馬地区、博多区、中央区、宗方市などの延べ446個。 佐賀県内で川添町、千代田町などの延べ199個大分県内で、日田市と中津市の延べ204個合わせて849個で一時断水が発生した。このうち中津市では、国道212号の歩道で埋設水道管が破裂し、約150トンが漏水した。福岡市では、沿岸部や中央区を中心として、継手の破損などによる、 排水管からの漏水が31件、給水管からの漏水が101件、消火栓などからの漏水が30件発生した。地震直後には推定で最大5万トンの漏水があったが、5月5日までに流量は平常に戻っている。下水道でも処理施設や送水施設、水路などに被害があったが、年内に全て復旧している。九州電力管内では、 本震直後、電柱が傾いて、混戦、断線したことにより、福岡市と大野城市の合わせて、約2600戸で、約2時間の停電が発生した。一方、4月20日の余震では、福岡市西区と南区の変電所で地震を感知した安全装置が、作動し、福岡市、 前原市、大野城市と中川町の約2万2000戸で約5分間の停電が発生したほか、中央区で約100戸が40分間停電した。福岡市や北九州市を中心に都市ガスを供給する西部ガスの報告では、本震の際に166件、4月20日の余震の際に58件のガス漏れが発生し、2日以内に復旧している。また、 福岡県内の LP ガス供給過程では、本震の際に40件、4月20日の余震の際に13件のガス漏れが発生し、同日中に復旧している。いずれもガス漏れによる火災は発生しなかった。阪神、淡路大震災後、震度5程度の揺れを検知して、自動で供給を停止するマイコンメーターの設置が都市ガスで義務付けられ、 LP ガスでも推奨されており、福岡県の普及率が99%に達していたことなどが、ガス漏れ火災の発生を防いだと考えられている。福岡市西区、西の浦や東区霞ヶ丘では、崖崩れの危険性があるとして合わせて17世帯36人に、避難勧告が発令され、対策工事の着工を受けて4月上旬に解除されている。また、 4月20日の余震では、福岡市中央区で崖崩れの危険性があるとして2世帯3人に避難勧告が発令され、5月に解除されている。地震により公共施設などに自主避難した人は、福岡市で最大2800人となったのをはじめ、福岡県と佐賀県で合わせて最大3000人を数えた。4月20日の余震でも、 福岡市を中心に新たに211人が一時的に自主避難した。地震により発生したリサイゴミは、福岡市において2008年3月までに約10万2597トンに上った。本震後、NTT 西日本の固定電話では、数時間にわたり通話規制が行われ、災害用伝言ダイヤルが設置された。福岡、佐賀、 長崎の3件への発信は、約4時間にわたり、規制が行われたほか、災害用伝言ダイヤルの利用者件数は3月25日までに8万4千件を数えた。携帯電話においては、通話規制は夜まで続き、服装の影響もあり、通話はつながりにくい状態だった中、E メールやウェブは、規制を受けず、各社の災害伝言版サービスも含め、効果を発揮した。 NTT ドコモ九州では地震直後に通信量が通常の休日の20倍に達したため75%の通話規制が行われ徐々に緩和しつつ午後11時頃まで続けられた。NTT ドコモ、au 通貨グループの両グループも携帯電話向け災害用伝言ダイヤルを設置しそれぞれ38000件、8600件の利用があった。 メールやウェブについては普及率は低かったが、携帯電話よりもパソコンの方が繋がりやすい傾向があった。一方、観光庁やライフライン関係事業者の携帯電話に災害時でも回線を確保する災害時優先電話において通話規制を行う装置が故障するトラブルが発生。 12時40分頃までの約2時間にわたって一般の電話と同様つながりにくい状態となった。契約件数は九州全体で2130件、福岡県で約1100件に上る。佐賀県唐津市では地下の電話線損傷により一時約300世帯で電話が不通となった。地震後に行われたアンケートでも 地震当日に困ったこととして最多であったのが、携帯電話の普通で、回答者の7割を占めた。ついで家族との連絡普通、固定電話の普通であった。一方、地震直後の情報入手経路としては、NHK のテレビ放送が7割、民放のテレビが5割、家族や近所との会話が2割、インターネットが1割強などという結果が出ている。 放送に関して記録のあるものに限ると、例えば RKB テレビや RKB ラジオでは発生直後の11時頃から16時頃まで報道特番で地震や被害の情報を伝えた。また外国語放送を行うラブ f m では発生直後から日本語と英語で数時間後には順次韓国語、中国語、 ポルトガル語、スペイン語など合わせて10の言語で地震の情報を伝えた。この地震では、災害時の通信や情報収集の手段として、E メールやウェブを利用する傾向が強くなり、同様の都市型震災でもファックスが多く利用された1995年の阪神・淡路大震災当時と比べて大きな変化が見られた。 滋賀島の周回道路上の崖崩れ福岡市内では、海沿いを中心として、道路の陥没、流木が153カ所、滋賀島や玄海島、西区北崎を中心として道路沿いの乗り面崩壊が19カ所、発生し、43カ所で全面通行止め、10カ所で片側通行となった。ほとんどの地域では迂回路が確保され1カ月程度で、復旧したが、 東ヶ島の周回道路は全面復旧まで1年半かかった。海に面した断崖であったことや、続く余震や雨でも崩落が続いて4月には、本震直後の3倍に拡大し二次災害が懸念されたことなどが、復旧が遅れる原因となった。地震後、九州の広範囲で鉄道の運行がストップした。西日本鉄道の2路線や、 北九州モノレールでは一時運転を見合わせた。福岡市営地下鉄では、地震発生と同時に運行中の22本を停止させ、駅間で停止した2路線の9本は徐行で、最寄りの駅へと移動し乗客を避難させた。しかし、改良1ヶ月半後だった七熊線では、運行管理システムの電源ケーブルに、他の機器が乗り上げショートし、列車の位置表示や、 運行制御ができなくなるトラブルがあった。30分経過後も、復旧のメどドが立たず、駅間で停止した七熊線の5本の乗客は、徒歩で最寄りの駅まで避難することとなった。その後、福岡市営地下鉄では、電源系統を増やす対策を行っている。全線再開は十七時過ぎで、約八万六千人に影響が出た。九州旅客鉄道は、 九州新幹線を除き全線で運転を見合わせ、館内の列車30本が立ち往生した。博多駅へ向かう特急かもめ、緑の1本ではほぼ満員の状態で1時間、余りにわたって乗客が閉じ込められた。西日本旅客鉄道の山陽新幹線のぞみの1本が、トンネル内で停止し、乗客400人が4時間半にわたって閉じ込められ、 携帯電話が通じないトンネル内で車内の電話機に長い列ができる事態も発生した。新幹線は53本が運休となり、約4万8000人に影響が出た。全線再開したのは18時過ぎとなった。JR 九州、JR 西日本は、地震後、地震時の対応マニュアルの見直しを行った。4月20日の余震でも、福岡県、 佐賀県周辺の鉄道各線で一時運行見合わせが発生し、数時間缶詰になる乗客も出た。高速道路では、本震と4月20日の余震で、それぞれ福岡県、佐賀県周辺の3区間で一時通行止めが発生した。また、福岡都市高速、福岡前原道路、北九州都市高速等の有料道路でも一時通行止めが発生し、特に、 福岡都市高速では一部で橋梁の支障に破損があったものの翌日明朝までに復旧した高速道路の通行止めの影響で天神と九州各地の間で運行する西鉄高速バスも運休が発生し再開は15時頃となった福岡空港では安全確認のため地震後約30分にわたって離着陸を停止し計10便の 約1500人に影響が出た。本市以降、避難により留守になった住宅を狙ったアキスや、係員を装い電気や、水道の点検などと居座って、部屋に上がり込む、手口の窃盗事件が発生し、3月23日には、福岡県警が注意を呼びかけた。地震に乗じた詐欺の被害も発生している。義援金などにより再建された玄海島の小高神社、 福岡市において地震翌日に災害ボランティアセンターが設置され、ボランティアの取りまとめが行われた。2005年5月末までに被害が大きかった地域や避難所を中心に、一般のボランティアのべ3254人が住宅内の片付けや瓦礫の撤去、炊き出しや話し相手、ペットの世話などを通じた避難生活支援を行った。また、 被災住宅の診断や相談、避難所での生態やマッサージ、散髪や洗髪、心のケア、ペットの相談などを通じ、専門団体や企業などのボランティアのべ1000人近くも活動を行った。福岡県、日本赤十字社福岡県支部、福岡県共同募金会などが取りまとめ元となり、 福岡県西方沖地震災害義援金として5月末までの2ヶ月余りにわたって募金を募った。2007年3月時点で福岡市には7億1000万円余りが配分された。天皇皇后両陛下は福岡県に見舞い金を送った。皇太子成人親皇は10月30日に仮設住宅のある福岡市中央区の鴨もめ広場を訪問した。 天皇、皇后両名も地震から2年半後の2007年10月29日から10月30日にかけて鴨モメ広場と玄海島を訪問した。福岡市を拠点とするプロ野球チームの福岡ソフトバンクホークスは地震5発となる3月26日の公式戦でファンが復興を祈るメッセージを掲げソフトバンクグループと選手、監督、 高知などから計2000万円の義援金寄付を行うことを発表したほか、チャリティーオークションを行ったり、ヤフードームに募金箱を設置して来場者から義援金を集めたりしている。また、高津流の縁から被災した玄海島の小高神社の再建を支援するチャリティ試合を開催し、チケット代の一部を寄付した。2005年5月の博多ドンタク期間を中心に、 玄界島などへの復興支援に対する感謝を伝え、一方で、福岡自然体としては、地震の影響が顕著ではないことを PR するため、行政と民間の協力で、元気倍。玄界及び、元気倍。福岡キャンペーンが行われた。玄界島の物産展や玄界島住民の、どんたくへのパレード参加などが行われている。玄界島の玄界小学校では、 2005年度、2006年度に NPO 団体のボランティアによる劇や合唱の曲提供や指導支援が行われた。その一環として、福岡県出身のシンガーソングライター野田勝彦は2007年に復興応援歌、僕のふるさと、玄海島を制作し、CD を島に寄贈した。玄海島と、東区和東の和大団体などが協力して、 玄海島の住民へ和太鼓の指導が行われ2006年10月に島の和太鼓団体玄海太鼓が発足し復興の助力となった日本政府は地震発生から7分後首相官邸に対策室を設置15時過ぎに政府調査団を福岡県に派遣20時に第一回目の関係省庁連絡会議を開催3月24日に 村田義孝防災担当大臣が3月26日に小泉純一郎内閣総理大臣がそれぞれ被災地を訪問した。一方、野党各党も情報収集を行い3月21日に民主党の鳩山幸夫らは福岡市内への応援演説の予定を変更して玄海島など被災地を訪問した。こうした動きの速さは1ヶ月後の衆議院。 福岡肉補欠選挙を意識したものだとの報道もあった。なお、補欠選挙は当初の予定通り4月24日に執行された。緊急消防援助隊として、いずれも当日、熊本県の消防ヘリが情報収集活動を行ったほか、大阪市の消防ヘリが人員輸送を行った。また、警察の広域緊急援助隊として、熊本県、山口県、 広島県から福岡県へ、長崎県から佐賀県へ、合わせて、延べ183人、車両45台が派遣され、情報収集や人員輸送などを行った。被害の集中した福岡市では被災者に対して、住宅、宅地関連、見舞い金、資金貸付、収穫関連、中小企業関連、農林業業者関連、税などの費用負担減免関連、 ほか、各項目の支援策を発表し実施している。特に、玄海島のような大規模復興事業を行わなかった、ものの被害が大きかった滋賀島の山地区では、一部損壊以上の世帯に対して、補修に最大150万円、建て替えに最大300万円を市が助成したほか、玄海島で自主再建を行う世帯にも、同様の支援を行った。また、 福岡市、福岡県ともに、半海以上の世帯、全治1ヶ月以上の負傷者に対して、それぞれ、数万円の災害見舞い金を支給している。地震直後の行政職員の参集に関して、福岡県では、自動呼び出しにより比較的スムーズとなったのに対し、福岡市や福岡県内の各市町では、通話規制により困難となったところがあった。また、 防災計画に地震対策がなく対応が不十分だった自治体もあったその後福岡市は2008年8月から携帯電話のメールを利用した自動参集システムを導入しているこの地震により被害を受けた地域では防災意識の高まりが見られた地震後福岡市民を対象に行われたアンケートによるとこのような大地震が起こると 思っていたのは2.9%に過ぎず、全く思っていなかったが、約6割、あまり思っていなかったが、約3割と総じて否定的であったが、将来再び発生する可能性については起こると、思っているが2割、ある程度思っているが6割弱を占め、全く思っていないは1.4%となった。別のアンケートによると、福岡県では家具の転倒防止率が、 地震前約6%だったが、地震後約29%に上昇し、東京とほぼ同じ水準となった。また、高いところに物を置かない対策を取る人は、地震前の約14%から地震後約48%と大きく上昇した。福岡市は、地震後、地域防災計画に盛り込んでいた、警護断層の地震に対する施策を拡充し、 福岡県は、警護断層を含め県内の他の断層についても2006年度と2011年度の2回に、わたって地震想定の見直しを行った。福岡市は、今後も、警護断層で地震が予想されることから、警護断層周辺の地域で高さ20メートル以上の建物を新築する場合、耐震基準における、 地域係数を建設省告示の0.8から3、大都市圏並みの1.0に引き上げることを求める条例を2008年10月から施行した。ただし、あくまで努力義務のため、2015年1月までに対象となった177棟のうち条例に従ったのは約3割である。また、福岡市は2005年12月の市議会決議でこの 地震が発生した3月20日を毎年市民防災の日とすることを定め講演会や訓練などを行って防災の啓発を図っている民間でも毎年3月にラジオ6局が合同で地震の教訓を伝える防災啓発番組ライフサポーターあなたを守る防災ラジオを放送するなどの活動が見られるなお 地震調査委員会は、警護断層帯の評価文において、福岡県北西沖にはこの地震を引き起こした断層と同様、調査が困難な横ずれ成分の未知の海底活断層が存在する可能性があり、同様に未知の断層で地震が発生する可能性もあることに留意すべきと記している。また、従来から福岡都市圏は渇水等に悩まされていたが、 この地震を教訓の一つとして、福岡都市圏で災害に強い水道設備の建設の機運が高まり、福岡市水道局、福岡地区水道企業団と北九州市、上下水道局で、水道水の原料となる水道用水を緊急時に、相互に融通し合う、北部福岡緊急連絡管の構想が立ち上がった。翌2006年から、福岡市と北九州市をつなぐ。 水道管の建設が開始2011年に完成した。政府の地震調査委員会は2007年3月19日に、警護断層帯の長期評価を発表した。福岡県西方沖地震の震源域である福岡市沖限海灘から滋賀島付近に至る断層は、福岡県北西沖の断層、畜市の市付近から、春日市、福岡市中心部を経て、 博多湾を縦断し、滋賀島の南東沖に至る断層は、敬語断層とされた。二つの区間はそれぞれ別に活動すると考えられるが、遠い将来において同時に活動する、可能性も否定できないとし、両者をまとめて、敬語断層帯とした。敬語断層については、次の地震の規模は、M7.2 程度と考えられ、30年以内の地震発生確率は、 最大で6%と、日本のおもなかつ断層の中では、高いグループに属すると評価された。なお、福岡県西方沖地震の発信機構は、東西方向に圧力軸を持つ北西南東の横ずれ断層であり、警護断層はその南東側延長に位置する、関係上、地震によるずれは、警護断層にかかる応力を増大させる可能性が、指摘されている。このため、 警護断層の地震発生確率は、上記の値よりも大きい可能性も指摘されている。日本の100万都市あるいは政令指定都市におけるマグニチュード7クラスの地震としては、神戸市を直撃した1995年の兵庫県南部地震以来となった。しかし、阪神・淡路大震災とは異なり、震源域が福岡市中心部から離れた沖合だったこと。 火災がほとんど発生しなかったこと、阪神・淡路大震災を契機に、建物や生活基盤の耐震化が行われていたことなどから、被害の程度は小さかった。また、神戸市では、木造住宅や低層の建物が揺れやすい周期1、2秒程度の地震動が大きく全壊10万棟を超える甚大な被害となったのに対し、福岡県西方沖地震では、 地震動が全体的に神戸より小さく最も大きな成分が1秒未満の短周期であったことから福岡市中心部の建物被害は一部損壊を中心とするに止まったと考えられている。この地震では通話規制が行われた電話に比べてメールやウェブは比較的スムーズに利用できた。その経験から地震の際の連絡や情報収集の手段として メールやウェブを利用する動きが広がった。地震から1ヶ月半後の2005年5月から福岡市の防災メールシステムが地震、津波にも対応したほか、3ヶ月後の2005年6月には福岡県の防災メール、守るくんシステムが開始している。ありがとうございます。